今回のアンチャーテッド、我々はあの伝説の探検家フランシス・ドレーク卿の棺を発見しました。400年以上も前に海底に沈んでいたものです。ねえ、自分のご先祖様の棺を乱暴に開けちゃっていいわけ？先祖への冒涜かな。っていうか俺が子孫だって信じてないだろ。だって私の調査によるとフランシス教に子供は一人もいなかったはずよ。へえ、それは間違った歴史だ。それに空の棺は乱暴に開けてもいい。やっぱり。何？ちょっと見せて。ダメ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 だ。棺だけを見せるって約束だろ。ちょっと待ってよ、うちの番組がお金を出さなかったら何も。おいおいおい、この番組はできるだろう。ドレークさん、サインしたわよね、契約書に。私には発見したもの全て見る権利が。その話は後で。サリー、厄介なことになった、来てくれ。厄介？厄介って何？ああ、海賊だ。海賊？ああ、今風のね。奴ら人質は取らない。ま、男の人質は、ね、ちょっと人の話聞いてるの。警察とか何か呼んだ方がいいんじゃない？いいこと言うね。でも俺たちだってここに来る許可を取ってないからね。はい。だからパナマの刑務所に入りたくなきゃ自分らで片付けるしかないだろ。刑務所？そのコメント、パナマの監獄に入ったことないだろ。使い方わかるか？もちろん、カメラと一緒よ。構えて狙うんでしょ？その通り。さあ行くぞ。どうして連中に見つかったの？ああ、実はずっと俺をつけてた。巻いたと思ったが。で、どうやって怒らせたの？ああ、それは今話すと長くなる。ああ、やべえ。やつを。うう、助けが来たぞ。おかげで助かったわ。なんてこと。ああ、マジかよ。船が爆発する。海に飛び込め。ちょっと待って。何してんだ。はい、これで OK。 急げ。早く。わかった。やっぱヒーローがいなくてダメみたいだね。何言ってんだよ。船が吹っ飛ばされるまではうまくいってたんだよ。無事か？これぐらい慣れっこよ。おやこれは今をときめく美人レポーターさんじゃないですか。アラン、はじめまして。ここでなきゃ乾杯でもしたい気分だ。ビクター・サリバンです。エレナ・フィッシャーです。出たよ、スケベ親父め。奴らに見つかる前にとっとと出発しようぜ。え、フランシス教からプレゼントだ。おお、じゃあ棺を見つけちゃったわけか。おい、これもしかしてあのフランシス教の日記だ。俺が睨んだ通り彼は死んじゃいなかった。でかい獲物を狙ってたんだ。面白くなってきたぞ。あの、さっきの続きなんですけど、落ち着いたらその日記見せてもらうからね。いいか、フランシス教は太平洋へ航海した時にスペインの船団を奇襲したんだ。彼は船に乗り込み、船にあった地図や手紙や日誌を奪い、その全てをこの日記に記録した。そうか、それで。だがイギリスへ戻るとエリザベス女王にその地図や全てを没収された。この日記もだ。そしてクルー全員が沈黙を誓わされた。で、お宝は？フランシス教はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの、何かものすごいものだ。ネイト、そんな回りくどいことはどうでもいいから、はっきりズバッと言っちゃってくれ。
本当にせっかちだよなあんた。そんなんじゃ女に嫌われるぞ。モテまくりだ。よし、じゃあまずいいものを見せよう。どうだ、エルドラドの黄金。これぞでかい山だろ。他に手がかりは。やっとその気になったか。もう一だ。だが残念ながら最後のページは破られてる。だがなサリー、これは二度とない山だ。ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して沈んだんです。そんな、だから保険をかけてるんですよね。嘘。あ、もちろんカメラは無事に決まってますよ。新品同様、問題なしです。サリー、あれはほっといて平気だ。超たくましい。だな。じゃあ黄金の都を見つけたって彼女に言って、今夜テレビで生放送ってか。バカ言うな。だろ、俺を信用してるよ。まあまあね。このままだとそこらのゴロツキまでお宝を狙いに来ちゃうぞ。彼女なんてどうでもいい。今すぐ出発だ。大した紳士だなサリー。まあな、勝負んだ。いつもの行くか。予算なんてそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。分かってるんですか。この企画は今年最大の目玉なんです。あ、はい。全く信用はできません。だからお願いしてるんです。カメラクルーを送ってください。そうすれば私が。人たち、ちょっと、絶対許さない。待て、ゆっくり頼む。俺はもう若くないんだ。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あん時は別だ。まあ確かに俺はまだまだ生きるがな。まあ頑張れよじいさん。もう少しで着くからさ。おい、思い出しちゃうな。昔麻薬王のパブロ・エスコバルに偽の16世紀の聖人像をつかませた話をしたか。ありゃヒヤヒヤだった。でも偽とバレる前に俺は。おい、姉さん聞いてんのか。バッチリ聞いてるよ。ああ体力の無駄だな。フランシスちゃんは本当にこんなところまで来たんだろうな。かなりイギリスから遠いぞ。ここか。変だな。 GPS によればここのはずなんだ。使い方が分かってないんじゃないの。見せてみろ。いや、合ってるはずだ。ここには何もないぞ。いつものどん詰まりだ。怒るなサリー、落ち着けよ。探してみよう。こりゃ歓楽街で花嫁を見つけるようなもんだ。あった、きっとこれだ。この遺跡ちゃんはインカのか。いや、それより古い。さらに2000年ぐらい前だ。必要だな。おいおいおい、
あったかくて居心地いいね。想像してた場所と違ったか。うん、黄金はどこにある。何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。これを見ろ。彼が来る前にスペイン人が来たんだ。クソ、なんだよそれ。ここに遊びに来たわけじゃないんだぞネイト。真面目な話、今回だけはシャレじゃなくこれにかけてたんだ。真剣に。リマの酒場でちょっと遊び回りすぎたか。それもあるが、ちょっとタチの悪い奴らといろいろあってな。だから怪しい奴らには関わるなって言ったんだ。怪しい女にもな。おい、人に言えた義理かよ。それどういう意味だよ。あのレポーターいい女だと思っちゃってるだろ。エレナか。まさか。そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの。そらハマったね。実に安全そうだ。やっと努力が報われそうだ。死にそうだった。当然だ。うわ、すごい。これが寺院の中心だったんだ。これって像だよ。黄金の像だ。バカでかい黄金の像じゃんか。見ろこれを。こちらその黄金の像を拝んでやがる。人間だよなこれ。そうか、エルドラド、黄金の男だ。サリー、黄金の都じゃない。名前の由来は黄金の偶像だ。たまげたな。今あったらどれぐらいの価値があるのか。何かの跡だ。ほら、スペイン人は丸太で運び出したんだ。来るのが400年遅かったようだ。そんなに昔か。みたいだよ。なんてこった。だが。だがなんだ。追ってみる手はある。待てサリー、聞こえるか。おっと、こりゃ珍しいものがあるぞ。こりゃ一体。こりゃぶったまげた。っていうか、どうやったらこんなところまで来る。洪水か。近寄ってみよう。いや、待て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 、どうもうさんくさい感じがする。うさんくさい。ジャングルの真ん中にドイツの U ボートはつきものだろ。いや、真面目に言ってる。オーケー、ここにいろ。俺が見てくるよ。バームクーヘン落っこってたら知らせる。どう。それがいい。そうしちゃってくれ。おう、待て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 。これを持っててくれ。よし、いっちょ気合を入れていくか。ねえ、
気をつけろ。落ちたらおしまいだ。ネイト、そこからなら直接 U ボートの中に飛び降りられるんじゃないか。ネイト、いつ破傷風の注射をした？はは、笑えるね。よし、入ったぞ。何がある？なんかひどいことがあったようだ。船地打ちだらけで、スープが。なんだって？これはどこで手に入れたんだ、ゲルマンの英雄さんよ。どうやら黄金には近づいてるようだ。なぜわかる？大量のスペイン金貨がポケットに入ってるクルーがいた。だがコインには見たことのない造幣局のマークが入ってる。本当か？ドイツのお仲間には秘密があったみたいだ。なるほどね。船長室に着いた。なんと船長もいる。どういうことだ？ああ、殺されたみたいだな。めった刺しにされて、はあ、嫌な船だ。ああ、気味悪いな。財布は？詰めて親父。信じられない。何か見つかったか？ UK2642 UK2642 あった。どうした？サリー、信じられねえぞ。なんだ？最後のページが見つかった。本当か？フランシス教もドイツ人も同じお宝を追ってたようだ。その宝の在りかを示した地図を見つけた。ネイト、今度も無駄足になっちゃわないだろうな。今回こそお宝をゲットしなきゃ。俺は…なきゃ何？サリ、聞こえるか？サリバン、ないか。行くぞ。さあ、触るな。サリー、大丈夫か？私はローマンだ。あんたのことは知ってるし、聞いてねえ。随分と威勢がいいな、ビジネスの相手に。さあ行け。触るなって。手は上げたままだ。上げてるだろ。実は君の友人には貸しがあってね。それも大金だ。そんな時に君らの宝探しの話を聞いた。一生に一度のチャンスだというじゃないか。実に興味深い。だが前にもそんな話を持ちかけてきた奴がいた。
嘘で固め口先だけ。私を騙そうとしてね。いや、おっさん話が長えんだよ。ナバロ君やめなさい。私もそろそろ我慢の限界が来たようだ。もちろん君があの中で何かを見つけたというなら、ことによっては私の気も収まるかもしれないがね。すまん、我々の会話は聞かれてた。地図を渡せ。ゆっくりだ。ドイツ軍の地図がエルドラドとどんな関係があるんです？あんなのがここにあるのは変だろ。ドイツ軍もお宝を狙ってた。その地図が全ての鍵だ。これで満足だろ？そうだな。だが私を舐めるとどうなるか。おい、やめろ、うん、ネイトは関係ない。欲しいものはやった。弱い者いじめか。上等だぜ。それもそうだ。だがけじめだけはつけてもらう。ちょ、待て待て。いいか、ローマン。こいつは何も関係。おい、サリー、サリー、てめえなんてことを。銃は持ってるよな。もちろん。よかった、じゃあ行くぞ。いつもこんなに大人気なわけ。まあダメ野郎は俺に惹かれるらしい。ダメってお前じゃないぞ。当たり前でしょ。記憶力はいいけど。 UK2642 覚えたか。何なの？ U ボートにあった座標だ。おそらくエルドラドはそこにある。エルドラド。問題はサリーを殺した連中もこの場所。くそ、スペイン人は宝を見つけてその地図の島へ持ってったんだ。それをフランシス教が追った。すぐ向かいましょう。私は番組を、あなたはご自由に獲物を追って。かかった早く。おい、これはバケーションじゃないんだぞ。お気遣いいただかなくても大丈夫。あなたには貸しもあるしね。そうだった。私たちは失われたエルドラドの秘宝を追って太平洋に浮かぶ小さな島へと導かれています。もっと近づいてみよう。俺たちが一番乗りだといいが。果たしてエルドラドの伝説はこの島に本当に実在するのでしょうか。待ち受けているのは何か。間もなく全てが明らかにされることでしょう。これで番組の視聴率もうなぎ登りだわ。今の一体何なの？対空砲火だと？最低だぜ！大変！火がついてる！カメラ回してる場合か！早く飛び降りろ！飛び降りるって、パラシュートどこにあんのよ！探すなら今がチャンスだ！これってまだ使えるの？そりゃ飛んでみりゃわかる！あなたやったことあるわよね。もちろんだ。ただ飛び合い、5つ数えて紐を引け。さあ行け。ねえ、あなたは今はまだ無理だ。先に行け。でしょ？何してんだ俺。
ゾウかよ。命は狙われるし、地図は燃える飛行機の中、おまけにエレナはおそらく死んだ。最高だ、いいスタートだ。マジか。よく見て歩かなきゃな。神様、サンキュー。うわ、ひでえ。窓をぶち破るか。よし、切れない、大丈夫だ。いなかったか。ラッキーかアンラッキーかだな。エレナ、あいつ何やってんだ。ハロ
と。部下ピーター。いやパイーニ、イチャラセカラン。あーくそー、シアランロチェパタン、部下ピーター。だ、やつだ。ははは、あいつだ。あいつだ。無線室にいる。ハチドスにしまえ。やべ。べへへへ、見つけた。ふう、あれ。よし。どこだエレナ。フレッチャー、私たちは偉大なる塔へ行く。君も来られることを祈る。フランシス・ドレイク。すごい、ここまで来たのか。だが何をしようとしてた。奴がいたぞ。これは見たことのある景色だな。はあ、船は港を出ていなかった。エレナ。おい、女がいたぞ。それ見ろ。さあ、マジか。見つけたぞ。私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの。お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物。うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何。おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ、ボギー。この扉を今すぐ開けろってんだ。ああ、この声。よう、ネイト。エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか。え、このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ、多分な。バカも休み休み言え。仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ。
金の在りかを教えてくれたらお前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか協力して後で死ぬかだ。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。さあな、このインチキハンターが。奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩けやしねえ。このままじゃ収拾がつかねえんだよ。よく考えてみろ。いい提案じゃないか。二人で財宝を見つけて最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああエディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。何してんの、早く。マリ、うわ、待て待てよ、なろう。やるな。どうも。おい、誰だ、逃げたぞ。捕まって。奴らを逃がすじゃねえ。逃がすんじゃないぞ。行け、踏め。
っきの誰？昔のビジネス仲間。やべえ、大変、捕まって。ほら、手を掴んで。オッケー、よし、大丈夫か？ええ、もちろん。ちょっと待って、血が出てる。大したことないよ、とっととここを出よう。くそ、ダメ、動け。どこかへお出かけか？やあ、エディ。てめえ、まさかマジで俺から逃げられると思ってんのか？ああ、まさか。ただレディに島を案内してあげようかと。うせえ！てめえも奴らの一味だろ。何？そうだ、この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろ。もう嫌だ、なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ、地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着けってエディ、言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってるわ。早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ、体幹を。行け、早く。マジでヤバいことになってきた。ほんとね、橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりか。ね、ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたの？まあね、これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ？何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる、行くぞ。脱出って、まさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか？さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない、私は残るわ。分かってるのか、シャレになってないんだ。さあ行くぞ、ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ？何言ってんだ、死んだらどうしようもないだろ。死ぬって、分かったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって、二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て、今回は俺が運転する。了解。入り口を見つければいい。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ、ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。まあな。ありがとう。あのケーブルを伝っていけそうね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り番をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。ここよ。大丈夫？
なたには塔に登ってもらうわ。集荷場後で会いましょう。港まで行ってボートがあることを祈ろう。すっごい昔の船の積み荷目録だまだ結構綺麗だぜ。おい見ろこれだ。エスペランザ号出港地ペルーのキヨ、金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの？ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ、金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ、そう、これだ。なんか気味が悪い。うん、あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント？何が？ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。え？てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シク・パルビス・マグナ。偉業も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日、1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの？座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあこれはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。あ、残念ながらボートはないみたい。運も尽きたってわけかしら。いや、あそこにある。入江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。オーケー。何を企んでる？別に、ただもう少し景色を撮りたいの。大丈夫よ。わかったよ。絶対ここにいろよ。絶対だ。
さっさと全部船に運べ。ねえ、早くしろ。もたもたする。なんでここに。この映像見てみて。今はそれどころじゃないだろ。ちょっとねえ、何やってんだ。いいからこの映像見て早く。なんだよ。甲板の荷物も忘れんなよ。よーく見るの。わかる。生きてたのよ。急げ。よくわからないけどね、とこの人信用できるの。銃で脅されてもいないみたいだけど。ああ、分かってる。確かに妙だ。だがサリーは詐欺師でも裏切り者じゃない。どっちへ向かった。北ね。多分山の方。オーケー、多分修道院だ。行くぞ。もしあいつらとグルだったらどうするの。助けるか、ボコボコにしてやるから。いや、何にしろボコボコにしてやる。どうして壁が崩れてるのかしら。あそこを見てみろ。何。誰かが大量の爆薬を使って壁を吹っ飛ばしたんだろ。ドガーンだ。気をつけろ、足元の板も今にも落ちそうだ。おい、ゆっくり行け。エディの一味がいるかもしれない。大丈夫よ、あの海賊たちならここまで追ってこないと。何これ、信じらんない。カメラがあれば。この罠、その昔誰かが黄金を守るために仕掛けたのかしら。いや、そんな昔じゃないな。槍をよく見てみよう。嘘、これってあれでしょ。俺たちの飛行機のだ。でもなんかおかしくない。仲間が島を歩き回るっていうのにこんな罠を仕掛けたら危険じゃない。おい、これ見ろ。こいつが死んでから何か来たらしい。何か、誰かじゃなくて。待って、もしかして。聞こえるか。今度は何。おかしい、何の音も聞こえない。見られてるな。見られてる。ああ、やっぱり何でもないか。行こう、とりあえずなんか変なもんには出くわしたくないだろう。そうね。どうぞ。図書館の警備を固めろ。サリバンのところへ行かせるな。了解。修道院の東側であのおっさんに手伝ってもらってる。なぜあんな奴を連れてきたんだ。信用できないホラ吹きだ。フィリピンのバーで働いてた子なんだ。いい子でね。みんなあの笑顔にメロメロだった。恋仲になっちゃったら誰だってあのとろけるようなキスにやられちゃうわけ。小さい子で150センチもないんだぞ。みんなは彼女をプチパチとか呼んじゃった。うるせんだよ、おっさん。何万回同じ話すりゃ気が済むんだ。ああ、そうだったか。悪いな。年食うと話したか忘れちまう。大体時間かかりすぎじゃねえのか。よく見てくれ。本はほとんど腐りかけてる。それにスペイン語だ。とっとと読めよ。
ボスがお待ちかねだ。おい、あそこ。あ、くそ。やっと助けに来てくれたか。いや、待ったよ。死んだにしちゃ元気そうだな、見たとこ。やっぱお持ち帰りか。何それ。おい、彼女がいなきゃ助けに来られなかったんだぜ。助けに来たんだっけ。何言っちゃってんだよ。はっきり言ってこんなの怪しすぎるだろ。そう、宝の情報を流すわ。なぜか奇跡的に生き返ってるわ。まさか疑ってんのか。ローマンとは取引をして時間を稼いでたんだ。確かに計算違いで、まあ後をつけられちゃったけどな。サーリー、あんたがそんなにベラベラまくし立てなければもう今頃は宝を手に入れてたんだぞ。だったら俺の脈ぐらい確かめてくれるかな、見捨てて逃げる前に。まあ過ぎちゃったことは仕方がない。とにかくあんたなんでまだ息してんのね。ちょいとぶったまげるぞ。嘘だろ。フランシス教が守ってくれたのか。こんなのまるで映画みたいだな。痛かったのには変わりないけどね。とにかく生きてるのはすぐにバレちまって、俺がいなきゃお宝を永遠に見つからんと説得した。適当に口八丁手八丁でお前を待ってたわけだ。今ローマンはどこなの。まあ修道院のあっち側でお宝の山でも探してるんじゃない。俺のデマに惑わされて。見ろ、フランシス教は完璧だ。それはスペイン人が秘密の蔵に使ってたマークなんだ。お宝のありか。なんとこの修道院だ。このマークがお宝のありか。必要な情報はここにある。お宝への全てのヒントが詰まってる。ゲットできちゃうぞ。あなたたち、また仲良しこよしで私を置き去りにしたりしないわよね。やめた方がいいぞサーリー、強烈なパンチが飛んでくる。覚えとこ。うん。なんだよ、またも図書館か。でどうすんの。これは見た覚えがある。逆さの松明が死者の国へと導く。これは何かありそうだな。明かりを貸せ。ああ。よし、ここで待ってろ。俺が見てくる。ちょっと待ってよ、一人で行くなんて危険だわ。そうだ、ローマの手下がうようよいる。だから一人で行った方が気づかれにくい。大丈夫だ、心配すんな。奴らはこの部屋を知らないし、ここにいれば安全だ。分かった、これを持ってけ。13番なら敵が使ってないから、状況を伝えろ。 OK、 了解。扉を閉めとけよ。ネイト、気をつけて。大丈夫だ、気をつけるって。いてだよこの柱。くそ。よっしゃ、黄泉の国か。行ってみよう。あそこだ、やつあそこだ。またかよ、どこにでもいるんだな。何を言ってるのか分からんね。何余裕ぶっこいてんだよローマン。俺の部下がどんどん殺されてるんだ。そんなに多くの仲間がたった一人にやられるとは信じられんな。ネイト一人の仕業なわけねえだろ。いいか、この島は呪われてんだ。もういい、使えん部下と共に島を去れ。この野郎、俺を切るつもりならその前に分け前を払え。分け前というものは仕事をきちんとできたら受け取れるものだ。お前の仕事はドレイクを捕獲し邪魔者を排除することだ。ざけんじゃねえローマン、いい加減にしやがれ。
お客様がお帰りだ。覚えたらクソ、いつか痛い目に遭うからな。あばよ、なぜ君はあんな迷信めいたバカを雇ったんだ。あなたが安い護衛をと安く雇ったのなら致し方ないか。ナバロ君、君はどうなんだ。高い報酬の価値はあるのか。黄金はここです。間違いありません。サリバンが信用できる男なら。信じたのか。嘘をつけば容赦はしないと。宝が見つかれば用はないことは誰にでもわかる。本当のことを話すと思ったのか。まったく君というやつはビジネスとは常に先を読み動くものなのだよ。もう少し時間をください。本当に君が言うほどこの宝には骨を折る価値があるんだろうね。間違いありません。エルドラドは想像を絶する価値があります。だといいがね。ネイト、聞こえるか。ああ、サリ、何も手がかりが見つからない。美人ちゃんとここで読書をしてみたんだが、どうやら教会の上の方に秘密の通路があるらしい。行けるか。多分な、行くよ。よし、何か見っけたら連絡してくれ。うわあ、あで、やたら見える。あれのことだな。これは、嘘だろ。はあ、おいサリ。なんだ。ローマンとナバロにお前が流したお宝のデマ覚えてるか。ああ。見ろよ、やつらお宝の上に陣取ってるぞ。なんてついてねえんだよ。何かあいつらをどけるトリックが必要だ。よし、来た。トリック一丁すぐ用意する。あとサリ。なんだ。あいつらがどいたら墓所に来てくれ。だが地下墓地を通ってな。その方が安全だ。了解。どうやって傭兵に気づかれずにここを抜けるかな。サリバンが逃げた。チレ、探せ。よう。はい。お前なら来られると思った。それで。さやな、手探りで進んでる感じだ。だがここに何かあるはずだ。本業開始。ほらよ。どんな感じだ。さあね、行き止まりかも。待って、
こっちに通路があるみたいだけど違う。何なの。あーくそ、何、どうした。サリー早く戻れ、これは罠だ。サリー大丈夫か。サリー無事だ、まだ生きてる。でもケツぶつけちゃったよ。それより図書室へ戻った方がいい。俺たちは別の出口を見つける。これで後戻りはできないな。ええ。何のための場所なの？お宝を隠すために作った最高の場所だ。うん。ちょっと待てよ。フランシス教の地図にもローマ数字が書いてある。何か意味があるするから、あなたはどうやって渡ればいいか考えてよ。なんだ今のは。何か役に立ちそうだな。ご苦労様。おいブレイ、生き残ったやつが金をもらうんだ。悪いな。二人とも殺せ。どんどん嬉しすぎる状況になってくぜ。こっちへ行ってみよう。何もないわね。また行き止まりかよ。フランシス教だ。宝は見つからず生き絶えた、はあ、異業もここまでか。何も得られず命を無駄に。ネイト、先を急ぎましょう。どこかに出口があるはずよ。
どうやら上に何かの装置があるみたいだぞ。ねえ、はしごがある。私届くと思う。肩車してよ。よし、登んな。おい、お前意外と重いんだな。届くか。見たところ古い巻き上げ機のようね。ロープがある。あなたのところまで下ろすわ。あら、トンネルだわ。ここから出られるわよ。どうした？落ち着け、エディ。俺だよ。一体何なんだこれは。てめえ見てねえのか。やべえ、来るな。やめろ。囲まれた。おい、なんだこれは。殺される。俺たちの終わりだ。やめろ。死ねえ、マディパタト。エディ、こっちへ来い。マジかよ。ネイト、今だから言っておく。てめえだけモテるのが。俺はずっと綺麗だった。俺もだよ、相棒。ぶっ放そうぜ。こっちの方で一体何が起きてるの。いいから、そのロープを早く下げろ。急げ。嘘だろ。ダメ、完全に錆びついてる。びくともしない。嘘だろ。どうだこのブサイクなバケモノめ。このエディ様をなめるからだ。エディ、エディ待ってろ。おいおい、マジでヤバいぜ。エレナ、急げ。待っててねえと。やったわ、動いてる。ジョンポを掴んで。早くネイト。大丈夫、これでもう来ないだろう。ネイト。なんだ。ここ何の部屋。さあな。行け。なるほど、ジャングルに U ボートがあったわけだ。ネイト来てよ、これ見て。見つけたんだ。蔵を空っぽにしたのはこいつらだったんだ。でもこの修道院のマークは何。さあな、一体どういうことだ。今ここに像があるなら、マジかよ、俺たちの足元だ。これが使えれば下に行けるんじゃない。ここの大家さん電気代滞納してんじゃないか。役立たず。とりあえずこの発電室に行ければ電気をつけられるはずだな。ここから出る方法を見つけよう。おい、何してる。何してんだ。ここから出られる。賢い。まあね。よし、行こう。ごめん、私は行かないわ。なんだって。ネイト、私には無理よ。化け物が迫ってるのに置いていけるか。仕方ないじゃない。
行って電気をつけてここへ戻ってきて、そしたら私も一緒に逃げられるから行って。すぐに戻ってくる。一体何があったんだ。うわ、マジか。ここが発電室だな。よかった。本当に今日って日は面白くない一日だぜ。近づいている。悪魔が私に迫っている。エルドラドの財宝は呪われていたのだ。ある者が地獄の門を開け悪魔と化したのだ。部下は全員殺された。残るは私だけだ。もうこの島を出る船はない。呪われた町で私が破壊したのだ。あの悪魔をこの島から出してはならない。この最後の時、魂を神に委ねよう。この汚れた島をお救いください。フランシス・ドレイク。なんてことだ。
嘘だろ、またかよ。私の声が聞こえるかね。よく聞こえるよ、クソ野郎。おっと、そっちにマイクはないようだな。残念だ。ふっ、ネコ、早く逃げて。エルナ、手を離せ。ナバロ君、小娘一人の扱い方も知らんのかね。申し訳ありません。次はやります。邪魔が入って失礼した。君には感謝している。ありがとう、エルドラドに連れてきてくれて。感謝しまくれ。ああ、君と君の連れが万が一変なことをしでかさないようにフィッシャーさんをもう少しお借りするが、もちろん構わないだろう。ごきげんよう、ネイト。あえて光栄だったよ。ああ、勝ったつもりか、クソ。勝負はまだだ。サリー、聞こえるか。クソ、サリー、応答しろ。いたかね、伊藤。今どこだ。そっちへ向かってる。エレナが捕まった。何とかしなきゃ。ああ、今は自分で手一杯だ。教会の外で奴らに見つかっちまってな。すぐ行く。奴を借り出せ。気をつけろ。この連結感のお宅がつぼみ。死んでた。Hey!
このままじゃ大変なことになる。何のこと？詳しくは分からないが、あの像がここを滅亡させたんだ。ドイツ軍も殺された。おいおい、何だって？時間がないんだ。とにかく教会に行かなくちゃ。何が何だか話してもらっちゃおうか。フランシス教は宝を島に留めたかったんだ。島の外へ出したくなかった。なんだって？多分呪いがかかってる。ああ、ネイト、バカ言うな。わかる、バカげてるだろうが、とにかく信じてくれ。おい、見ろ。そろそろ学習できたんじゃないかね。私に歯向かうなど無駄だ。武器を捨てなさい。さあ、捨てるんだ。お遊びはここまでとしよう。お嬢さんの命がどうなるか。よろしい、しばらくおとなしくしてくれたまえ。少しやることがある。実に素晴らしい。まさに芸術だ。これほどのものは見たことがない。外もですが中がすごいんです。本物のエルドラドの秘宝にご対面を。さあ開けて。見てろ。貴様、お疲れさん、ボス。爪が甘かったかな。ネットを下げろ。ネットを下げろ。ナバロ、そいつのせいで島全体が絶滅したんだ。何してるか分かってんのか。もちろんだ。この島の全てを把握しているのは俺だけなんだよ。早く像を詰め。傷つけるな。バカな奴らだ。お前らにはこの像にどれだけの価値があるか、どれだけの力があるのか、分かるか。よし、上げろ。よし、上げろ。マジかよ、一体なんだあれや。おい、なんなんだってば。最初のやつは島に残ってたんだ。もしあれが島から出たらヤバいぜ。いけないと、ここから援護する。よし、行け。
逃さないぞ。あくそ、なんだよ。覚悟しろ。エレナ、エレナ、大丈夫か、エレナ。頑張れ。立てるか。頑張れ、おい、無事か。気をつけろ。さよならだ、クソ野郎。なんか信じらんない。だな、世界を救うべく悪と戦ったマジで大冒険だ。そうね。でも惜しかったな、あと少しだったのに。それなんだけど、これだけはなんとか守りきったわ。はい、これ大切かなって思って。ありがとう。ちょっとそこ、もしかしてブチュッとな気分かな。サリー、うわー、おい、血だらけじゃん。他のやつよりはマシだ。船を持ってきたぞ。あら、船ならあったけど。ああ、しかもでかい。あら、こっちがいいけど。サリー、お前ってやつは全く最高だぜ。地元の海賊さんたちからちょいといただいちゃった。番組撮れなかったな。いいの、次の撮るわ。誰かさんのガイドでね。そりゃ完璧だ。